すみません、お電話変わりました。はい、また来たのあんた。ん、なんか紙が入ってたけど、あの、おつさん、先日我々が行った時に、いやもうね、委員会にも連絡したけど、労働委員会に電話してくれた。うんうんうん。で、うん、で連絡したよ。ほんで書面でも出すように言われたから、うんうんうん、でも出すようにしますよ、委員会には。労働委員会の手続きに対応する。そうです。で、団体交渉は応じるんですか、応じないんですか。応じないって言ってた。あなたとはもう 何があろうと話をしないから。いや、それは大津さん、日本の法律ではできないんだ。この国は民主主義で、あなたが言う法治国家だ。法律で裁いてくださいよ。いや、私は法律で裁く立場にはないんだよ、大津さん。え、あの、あなた根本的なことをさ、あの、何年日本に住んでから立つんだ。あのね、電話が途切れてる。そうか、あなたとの会話もなんか続いてないような感じがするけれど。そうだね。何にせよ労働委員会での手続きに対応する。何回来てもあなたとはもう話もしないし、あな、もう警察にも言われたの、もう出ないでくれと。あの要するにもうそういう団体だから、もう話をしないでくれって言われたから、警察に。ああ、おそらくあの警察はそんなこと言わないと思うんだけれど、あの労働組合なので、取ってあるから、撮ってムービーも。ああ、そうですか。警察の人を勝手に写して。え？あの、警察の人は、おそらく。ボイスメモです、ボイスメモ。ん？ムービーって言ってなかった今。ボイスメモに残してんだよ。だから会話しか聞こえてないからいいじゃん、それで。で、警察の人をおそらく、あの、我々のように憲法で保障された権利を行使している労働組合について、そのようなことを言わないと思うよ。道路使用許可取ってない、ここの、青山は。あの、道路使用許可っていうのは、そういう形で取らないといけないわけじゃないんですよ。大津さん、なんか、あの、取ってつけたような、あの、不確かな知識で様々なことを対応してるから、我々の組合についても、ちゃんと対応する必要があるんだ。そんなことはあなたと論議してもしょうがないわ。議論ね。うん、論議してもしょうがないよ、あなたと。だから、とにかく、委員会にはもう、うんうんうん、話をして書面出す、書面を出してくれって言うから、それを出す。で、あなたとはもう二度と話をしないから、もう紙も入れないでほしい。気持ち悪いんだ。あの、紙も入れるし、私はあなたと話がしたいしから何度でも行くけれど、あなたが団体交渉に応じて、で、問題が解決したら、私も、あの、解決してなお話したいと思うことはあんまりないんじゃないかな。そういな、あなたの思い通りになるかよ。いや、それはこちらがそのまま返す話で、あなたがしてることは法律違反だから、あなたの思ったように世の中できてない。だから法律で裁かれるだろう。そう、あなた、ね。あなたが裁くもんじゃないよ。そうそうそう、分かってるじゃないか。だったら僕に裁いてくれなんていうのおかしいって分かるでしょ。法律違反であれば、あなたが言ってるだけで、法律違反っていうのは。他の誰にも言われてないの、私は。いや、我々の仲間もみんな言ってるし、インターネット上で見てる人たちもひどい会社だって言ってるし、さらにあなた方の会社で働いていた人たちもこんなの違法だっていう風に言ってる。いや、違法だ。あなた以外の誰もが、あの、言っているんだよ。あなた以外が逆に正しいなんて言ってる声を聞かない。法律に裁かれる日本だから、なんであなたが法律違反だとかなんとかって言ってんだよ。つまりあなたは観念してるわけだね。もうじき私は裁かれるって。観念なんかしてないよ。そうか、じゃあ観念するまで、あの、しっかりと団体交渉に応じるように言わないといけないね。え、何、団体交渉に応じろと。あなたが観念して応じるまで言わないといけない。それは我々の正当な権利だ。 100% 応じないから、あなたが何をしようとやればやるほど応じないわ。 100% もともと応じないのに、やればやるほど応じないってよくわからない。お前は気持ち悪いから余計応じなく気がなくしたのよ。 100% 以上に委員会にも言った。あの、大津さん、いちいち、論理的でもないし子供じみた、そういった会社、いやいや、いいよ、ね、それは子供じみてようが論理的だろうが関係ない。私の気持ちで本心だ、うん、あなたの本心で言ってるのはすごく問題だと思うけど、だから問題だったら問題 にしてくださいよ。うん、だから問題になってるんですよ、今。だってない。ご近所の皆さんも怒ってます、ね、あなたの対応に。あのね、いや、労働委員会には話をしてるから、もう、それ、もう、あなたの上には労働委員会がいるんでしょ？上にはいません。上じゃないわ、上じゃないにしても、じゃあ、どちらが立場が上かって言ったら、ね、うんうん、下だよ。うん？
何が上なんですか？委員会と組合とどちらが立場が上かって言ったら、うんうん、組合が下だよ。ああ、それは法律の構成とか労働委員会とは何かってことは全く理解していない。もうヘリクスはあなたも、そういうことばっかり勉強して。ヘリクスっていうのは理屈にならない理屈を言って、それはまさに今あなたが話してるようなことを言うんだ。大津さん。いや、だったら裁くよ。だから、あなた自身も言ってるように、私はあなたを裁く権限はないんだろ？なんで私にじゃ裁けよって言うんだよ。で、なんで裁かれないの？誰からも。裁いてほしいんですね、あなたは。つまり。それで思い悩んで今の発言が出てきてるんですか？どういうこと？わかんないか、あなたには。そもそも。とりあえず、労働委員会にはちゃんと書面で対応しなさい。なあ。ほんで、紙を入れるのに手が当たるだろ？それも、不潔だから、触るなよ。そうか。じゃあ手袋でもして入れればいいかな、大津さん。前の手袋も気持ち悪いな。どんな手袋か分かんないから。結構いい手袋使ってんだよ、大津さん。ら前らね、ほんとね、レベルがほんと低すぎて。ほんと思うよ。ほんと、レベルが低すぎて、ちょっと面白くなってくるぐらい。ありがとう。もうほんと、よくそんなので、慣れてるなって。うんうん、ね、ほんとに、合同会社オズに対して私はそう思うよ。あなただけがやってきたようなことで、うんうん、同じようにどこの相手も同じように反応すると思うな。うんうん、いや、こんな反応したのはあなた初めて。そうでしょ。だからよ、だからよ。いや、非常識にも程があるんです、大津さん。あなた法律も全く無視するし、理屈も通らないし。いや、通らないんだったらお前には通ってほしくない。通ってくれなくていい。いや、通ってほしくないってどういうことですか。いや、通ってくれなくていい。あなたには、あなたなんかとかもう一生話を私はしない相手なんだから、従来ね。ね、まあ、冒頭から言って結構お話はされてるし、私も用があるので話には行くけれど。いやいや、どこに来るんだお前。家に来てみろ。これ今度お前上から犬飼ってるからな。俺は犬落としたら大変だからね、大津さん。虐待はするなよ。知らないよ、お前。噛まれても噛まれてます。ピットブルだから、お前。ピットブル軍用犬ですか。あなたはそれを正当な行為として主張する余地のないことぐらいは分かってるはずだ。もしそれが分かって言ってるなら、あなたのしてることは脅迫。お前が来る時代が六本木の時も言っただろう。苦闘の電話がすごかったんだって。そう、あなたのせいで気持ち悪いって言って。うん、僕もそういう会社気持ち悪いと思うよ。貧困の自由だってこないだ来たやつ言ってたけど、あれもわかんない、幸福の科学かなんかわかんないけど、なんか問題のある。プレカリアートユニオンです、我々は。他の団体の名前を出しても関係ないでしょ。いやいや、宗教のこと言ってたじゃん、信仰の自由だって。信仰の自由じゃないです。自由って言ってたよ、お前。憲法28条に基づいて勤労者の団結の権利が認められているんだという話をしています。おないだ、信仰の自由って言ってたって。俺に。ただ信仰の自由もありますよ。それはここ日本ですから。あなたどうやら日本の法律はあまり詳しくないようで、日本の文化とか慣習とかですね。いや、お前が言うなよ、笑すわ。お前信仰いいじゃねえか。俺がヒンドゥー教を信仰してるよ。ね、それぞれに信仰があること全然問題ないでしょ。あなたも知ってるでしょ。だけど、とにかくやったらいいんでしょ。うん、やるようだから。やるべきことを労働組合として。何しようと絶対に 100% 200% 言っとくわ。 200% ってどういう状態なんだよ、大津さん。連帯交渉なんか応じないから。お前がやればやるほど、やればやるほど。例えば今 200% なんだろ。どうやったらそれより応じなくなるんだ、あなたは。やればやるほど応じる方向に向かうと我々は考えるよ。やればやるほどお前自分の首絞めることになるから。どうやってやるよ。しまんないよ。あなたが追い詰められてこのように連絡をしたり労働委員会に対応せざるを得なくなっている状況は分かる。追い詰められない、あなたなんかに。そう思うならちゃんと労働委員会であなたの主張を正面からぶつけてみなさい。労働委員会とは話をしてるって言ってんだろう。だから労働委員会とじゃなくて、労働委員会を通じて労働組合との話し合いが始まります。なんで団体交渉に応じないのかも、あなたのもう見た目も言ってることも気持ち悪いことも全部言ってるよ。ちなみに労働委員会は僕の見た目を審査とか判断はしないからね。だから関係ない、それは俺の意見だから。うんうんうん、労働委員会がどう思うは関係ないよ。僕もあなたの趣味がいいとは僕は思わないけれどさ。いやいや、まあ、それは人それぞれだから、お前にことされには言わない。うん、言われたくないだろうね、あなた。いやいや、もうね、もう趣味とかうんぬんっていうレベルを越してる、お前は。そうかそうかそうか。僕もあなたの趣味に疑問を思うから、そういう人から言われるんだったら逆に光栄だ。もう少なくともいいよ、お前。
もうわけのわかんないこと言わなくても、そんなに議論してもしょうがない。とにかく委員会に話をして書面を出してください。それで OK になってるから、あんで、この、出してくれる、ただ書面は。会社の住所も郵便物もつかないと戻ってきたって言うから、そりゃそうだわな。もう解約してるから。で、メールももうなくなるから、もし登記が今変わってるんだったら、その証拠出せば会社潰したってことで証明できるんじゃないの。登記がな、解散が登記になって ないっていうことでもって、いや、それで法人は解散かどうか決まるんだよ、大津さん。日本の法律はそうなってるんだよ。よく聞け、聞きますよ。解散だ、事務所もない、解約しました、電話もないです、メールもないと、で登記はそのままだと、解散してませんって言ってずっと請求すればいいじゃん。だからそれ、まあ委員会は納得してたよ。郵便物も返ってきたので、それはもう事務所も解約されたの分かってますと。解約してるんですね、今インペリアルの住所。今まで郵送が届いてたのに郵便物が戻ってきてることで、委員会はもうそれが分かってるっていうの。それどういう意味かっていうのが、解約してるということですね。解約して事務所もない。私たちも分かったよ、意味は。意味は分かったよ、じゃない。それは理解力はあるんだ、我々だって。そこに向けて、あなたはずっとやっとれよ、だから。別にやってていいから。解約した以上、我々は決定権者のいるところに直接行動を行う。それは当然だ。いや。何を言ってんだ。いや、もうアホなこと言うな。いや、それはまあ、こちらのセリフなんだから、ね。とにかくな、触るな、お前。もうなんか、金が映りそうだし。なんか、本当、言うことなすことがさ、小学生がいじめの時に使うような言葉で、ちょっとあなたの今の精神状態は心配だ。お前は収入が小学生だろ。小学生の収入っていうと、大体どんな感じなんだろう。わかんないな。わかんないって言ってるのか。そうか、そうか。ますます心配だ、あなたの言ってること。もう、そんなね、企業と戦うとか言ってるけど、お前、もうちゃんちゃらおかしいんだよ、本当。そうか、そうか、大津さんはそう考えるんですね。なんちゃらおかしいよ。もうね、本人たちはね、もうね、もう笑ってるよ、本人たち、働いてた本人たち。今の発言は、ね、支配介入という不当労働行為に当たりうるという自覚はありますか。本人たちに言わ、ね、話しに行かそうじゃ。それはもっと不当労働行為だってことが分かりますか。大津さん、あなたは経営者として知るべき法律のいろはも知らずに、経営者としての責任を全く果たさないでいるから、こういうことになってるんです。やってみろよ、だから法的に、日本の法律。やるなとやってみろ、どっちなんですか、さっきから。あなた来るな、やるなって言ったらやってみろよ。前がやるんじゃないんだよな。裁判所が決めるんだろ。なんで裁判も起こってないのに裁判所が決めるんですか。裁判所ってなんか捕まえに来たりとか、自動的に手続き向こうからやってくださいみたいに言ってくるとこじゃないですからね。法律って言葉ばっかしで言ってんだから、お前は。法律関係をよく調べなさい。労働委員会っていうのは、いわゆる行政の裁判所のようなところで、今係争してるのは労働委員会だ。いや、分かってる、もうだから。じゃあ裁判所は関係ないな、大津さん。その委員会が、ね、書面を出してくれればいいと。まず出す必要があるということです。まずじゃない、もういかない、そういうし。団体交渉はしないってもう断言してるから。断言したところでそれが法律的に認められるかどうか別の話です。いや、だからあなた止めるんじゃないでしょ、法律と。例えば飲食店で食べて俺は金払わないって決めてるんだって言っても通らないのと一緒です。あなたが言えばいいってもんじゃありません。いやいや、そうよ、あなたも言う権利はない。あります、労働組合としての権利行使だから。俺にはないわ、ユニオンなんていう組合は。あなたにユニオンなんていう組合はないけれど、あなたは大津さんそのものだからさ。あなたの会社で働いてた労働者にはユニオンがあるんだ。まあいいわ、その権利は基本的人権なんだよ。触るな、な、もう要するにお前が。残念だが何度でも行きます、あなたが団体交渉に応じるまで。来いよ、何度でも。あ、来ないでって言ってたのは大丈夫なんだ、そしたら大津さん。いやいや、来ないでなんて言ったら、触るなって言ったら気持ち悪いから、人の迷惑になるから。俺はいいよ、いくら来ても。いや、それがあなた迷惑になると思うよ。いや、人が110番してんだよ、その日も実際に。それ警察の人に迷惑かけてるよ、あなた。本来裁くことができないものに対して。お前がかけてんだよ。もういいよ、だからもうそんな理論はいいから。とにかくな、委員会にも連絡をして書面を送るので終わってるから。もう書面は送ってある。本当に前回も送ってないよ。まだ送ってない。いつ頃送るの。昨日、一昨日、2回連絡したよ。
昨日じゃない、祝日前だから。うんうんうん。2日の木曜日に連絡をしている。木曜日か。木曜日と水曜日だ。水曜日。ああ、水曜日と木曜日に連絡して話して、もう団体交渉はこれこれこういう理由で行かないと。ほんで、ユニオンはこう、ここでこういうことしてると。うんうん、うん。ね。それはやりすぎですねって言ってたよ。うんうんうん。うん。もういいよ。あの、旗はなんだよ、ほんで、あの旗は。あの旗組合の旗ですけど、だから何なのあれは、どう、何だから組合の旗で何なのという質問の意味が逆にわからないけど、何か大津さん心配されてる、それで疑問があるとか、作ってみたり、本当朝原にオウム真理教にそっくりだ。どういうところがですか。わけのわかんない歌を作って、そんな暇なんだな、お前。わけがわからなかった、聞いて、あなたに賃金を払えって言ってる内容の歌で、逃げるなというふうに言ってる歌なんだけれど、分かんなかった。人が割れまくって、もう安物のスイーツ。そうそう、若干さ、そう、あなたのさ、発言引用したところがさ、ちょっとあなたがなってるから、ちょっと聞き取りにくかったかなと。いやいやいや、何にも分かんないよ、何言ってるか。だから、近所のやつも、な、騒音でしかないのよ。ふんふんふん。あなた理解できなかった、あの内容が。できないね。ああ、じゃあかなり重症だよ、大津さん、言ってることも。もういいよ、いいよ、お前の言うことなんか理解したくないし、できない。当たり前だ。ちょっと精神的に追い詰められてるね、大津さんは。ああ、追い詰められてないよ。じゃあちゃんと対応しよう。ね、追い詰められてるのはお前だよ。もうね、何にもできないから法律違反、法律違反って言って、自分で時間使って、うんうんうん、あんなわけのわかんない、まあ、今度、ほんで、ここ私有地だから入ってきたら、お前、不法侵入だからな。その管理権は誰にあるの？え？あそこは、いろんな人が居住しているし、あといろんな業者が出入りしているし、そこで入っただけで、あなたが施設管理権を行使できることがあるとすれば、あなたが所有している場合だけれど、それは、あなた不動産会社の、今、電話番号またあそこ借りてるんでしょ？むしろ、あなたが、そんなこと言う立場にはないんだよ。ね、他の気に入らない人が住民になった時も、俺が追い出すんだみたいなことを日本の法律は認めてない。お前本当何にも分かってないな。それはこちらのセリフだ。あなたも常識をもうちょっと身につけてからね、経営された方がいいと思うんだ。やつはな、やっぱりな、偏った知識しかない。そうだそうだ、あなたまさに自分のことよく分かってるじゃないか。偏った知識と自分に都合のいいことしかあなた見てないんだよ。姿を見てみろよ、お前。ヒロっていう、なんかダッサい、何ダイヤモンドだらけのネックレスの話か、姿を見てみろっていうのは。あんな、なんかちょっと寒気がするようなものをつけてさ。の鏡に映して見てみろ、姿を。それ、まともか、お前。そっくりそのまま返しますよ。ああ、返す。うん、だから分かってないんだろ、それだったら。俺はそういう仕事もしてるから。どういう仕事してるんですか、あなた。アパレルのよ。アパレルの。ああ、ちょっと、最先端のファッションって僕には分からない。あなたの格好は。いや、だからお前。残念ながら、うわ、ないわと思って見てたので、じゃそれは私のセンスがなかったのかもしれないね、大津さん。センスとか理由レベルじゃない。もうそんな、お前暇なの？いや、暇じゃない。忙しいよ。仕方ない話よ。あなたがあまりにも法律を無視して、しかも常識も無視した対応を繰り返すから、こういった応対する必要がある。法律を無視してるんだったら、法律で裁かれないの？なんで。俺は。なんでって、あなた。法律をあまりに無視してんでしょ、では。そうですよ。だったらなんで法律で裁かれないの？あなただけしか言わないの？いや、本気で言ってます、大津さん、それ。だって、黙っちゃうな。それを開き直っていると言うんですよ。黙っちゃうな。いや、黙ってないでしょ。今、音声でも途切れてるんですか。誰が、だからそれを法律違反してるんだったら、誰が裁いてんのよ。今まさにあなたのしている行為が、労働組合法に反するとして東京都労働委員会に係争しています。この手続きはあなたに行政的な命令を出すため の手続きで、あなたはその言葉を借りるならばそれによって裁かれることにもなります。でこの命令に従わなければ我々はそれについて追及をすれば、あなたはいわゆる過料を受けたりですね、そういう状況になり得るんです。じゃない、マックスが過料なんだ。もう見てる、調べてんだ全部。それに関してもあなたは非常に見くびっている者と、だから違法行為をやってもいいんだという考え方は容認できません。違う、やってもいいなんて言ってない。やってるんです、あなたは。知らない関係ないと言いながら違法行為を開き直ってるんです、大津さんは。いやいや、開き直れるわけない、違法行為なんか。どうやって開き直るんだよ。あなたみたいにですよ、まさに今のあなたみたいに。じゃあなんであなたしか言えないの。私しか言ってないわけじゃないですよ。ユニオンしか言ってないや。
近隣の皆さんも本当に迷惑だと言ってますし、インターネット上でも言われてますし、あとあの後もあなたの会社で働いていたみたいな人から情報提供が寄せられていて、本当にひどい、あなたの実態に対して、世の中がひどいよって思ってますよ。今は別の会社、会社みたいな会社になってるし、でそれは委員会ももう納得してるから。合同会社オズはないんですか、もう。お、しつこいな。登記はある。あるだろ、それは会社があるんだよ。実態、それペーパーカンパニーにして逃げようとしちゃダメだよ、大津さん。実態がないのよ、実態に。事務所もない、電話もない、ね、メールアドレスもないんだから、何も商売してないんだから、実態ないのよ。ああそうですか。けど、登記されてるんだから、会社はあるんだよ、法的に。だから、我々には団体交渉を申し入れることができるし、あなたは応じないといけない。で、応じた上で、今、会社の資産状況ないしを説明して、それは主張するべき。いやいや、応じないってしつこいな。会社があっても実態がなければ応じなくていいんだなんていう判断例がどこにあるんですか。違う違う違う、お前だから応じない、ユニオンには絶対応じない。それは憲法違反なので。委員会と話してるから。うん、労働委員会とは話しなさい。そう話してんのか。労働委員会もあなたみたいに法律を知らない経営者と話すのは骨が折れるだろうが、まあそれは労働委員会の人たちの仕事だ。労働委員会気の毒だけどね、あなたみたいなのと話すのは。だからいいじゃない、お前みたいなのユニオンみたいなやつは絶対俺はもう話をしないし。ユニオンみたいなやつってどういう人間だよ、それは。鏡に映って、鏡に映せと言われてもね、私の顔しか映らないよ、それ。だから自分の顔を姿を見て、うん、私の顔が映るだろうよ、それで。で、私は何が分かるの。どう思うの。いや、私の顔だなと思うよ、それ。だるっとね。もうまともに話ができるような相手じゃないよね。いや、今の問いかけの意味がわからないよ。いや、まあいいよ。だからそれわかんないから、あのね、港区に住んでる 100%、90% の人間は、どっちなんだよ、今。なんで今 100% って言って 10% 急に減ったんだよ。そう思う、そうだ。100% ぐらいはいるだろうな。前とも盗塁が。そんなにいるの？私と似たような人は。10%。見ただけで気持ち悪くて触ると菌が移るってあなたが言うような人が 10% 港区にいるとあなた言ってるのか。少なくともお前、少なくともいる。ってことはあなたしか言ってないってさっき言ってたのもおかしいだろ。大津さん、混乱しないでちゃんと話したよ。あなた興奮して混乱して、そんなくる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 言ってることが変わりながら逃げようとしてるから、だからそういうふうに、ね、なるんだよ。と何を逃げるんだよお前。いや、労働組合の団体交渉から逃げてるんだよ、あなた。お前、水まくのもと、まかないでくださいと。ほんでもう、来ても、すぐ110番して、出ないでくださいって言われたんだけど。水まくのもまかないでくださいって、それはそうでしょ。労働組合が、凱旋してて、上から水なんてまいたら、不当労働行為だし、そもそも水まいたら違法行為だよ、あなた。植木に水やるんだよ。それがお前に下が、下にいたら、かかるだろ、そら。かけようと思ってやったりとか、それが避けれる状態なのに、分かっててやったらあなたは責任を問われるよ。そういう、中学生みたいな、へりくつをこねるのやめなさい、大津さん。あなた大人でしょ。いくつあなた。いくつなの、大津さんは。まるで大人と話してる気がしないよ、あなた。だったらいい話すんなよ、じゃあ。ねえ、大津さん。いい加減にしなさいよ、あなた。話すんなよ。いや、また行くよ。あなたが断固に応じるまで。それは当然だ。おう、まあ、調べ、だから来いよ、言ってもな。で、来いよでいいんですよ。来るな、誰だったのかよ、おい。触るな。来るし、インターホンは押すし、ビラも入れる。要請もする。インターホンなんか押すなよ、お前、気持ち悪い。用があるから押すんだ。じゃあ外せよ、あなた。用がある人にインターホン押されたくなかったら。そしたらドアノックするから。お前には用がない。まあいいわ。わかった。インターホン押すんだな。うん、まあ、行ったら押すだろうね。押すんだな。行ったら押すだろうね、それは。用事があってきてるんだからね。それで、行ったらじゃないよ。そしたら私はなんかインターホン押した罪かなんかで捕まるのかな。お前みたいな人間には、頭は使わないといけない。頭使わないといけない。私みたいな人間には。そう。インターホン押した。もうヘルクスでしかね。いけない。お前、それで、組合はどっからお金もらってんの？ん？その発言が またさらに支配介入という不当労働行為なのは分かりますか？いやいや、違う、だからそうやって給与の交渉をして、うん、その、
いくら何パーセントかを取ってんの？給与の交渉の給料の何パーセントを取る、そんなことはしてないよ。いやで何をしてるんだお金は。労働条件の維持向上我々やっているけれど。だからお金はボランティアじゃないでしょ。あの心配してくれてるのか、大津のそれは我々。いやいや、不審者だから。あの解決金をあの払って、組合解決金もしっかりと今回もらうから、あなたみたいな経営者から組合解決金を取って、我々は運営してる。いやいや、もういや。ちゃんと払ってもらうぞ、それは。もらうから、もう口先で言ってるだけだよ、お前。な、口先で言ってるだけって今電話で話してるけど他に何ができるんだよ。やれよ早く。お前何ヶ月経つんだよ。何ヶ月経つのお前。それはこっちのセリフで何ヶ月もあなたが応じていないからこうやって直接交渉を行うに至ってる。もうわけのわかんない歌を作ってビラを入れてくだらないことしかできないんだろ。やっぱりあの歌のわけは分かってないんだね、あなたには。分からない、気持ち悪いよ。あの、3分の1は、あの、なんか、あなたの発言した内容が含まれて、あなたの声が使われてるんだけど、そうだろうね。それがあなたが言う何々みたいみたいなことになるのか。そしたらあなた自身がそうなんじゃないか、それ。いや、もういいわ。もう、無駄な時間の。あのな、とにかく、あの、団体行使には応じないし、その旨、ね、労働委員会にも伝えてある。で、当面、もう口頭では状況を説明してあって、で、向こうも、それ、郵便物が返ってきてるから、要するに事務所がない、実態がないと、ことで大丈夫ですね、と。なるほど。だそうですと、うんうん。電話もないんですね、と。電話もないですと。うんうん、で、会社の、住所、事務所、電話もない。連絡も取れないわけだから。いや、連絡取れてるじゃないか。何言ってるんだ。なんで労働組合と話して、そこで連絡が取れないなんて話が出てくるんだ。いい加減にしろ。え、何やね。いや、連絡が取れないわけだって今、私とも話してるし、労働委員会とも話してるって言ってたろ。いい加減なこと言うな、あなた。そしたら取れるよ、そら。取れるんだろ、連絡は。これがしたらな。取れるんだろ。労働委員会から連絡を取る術はないってことだ。つまり、あなたは我々があの曲で言ってるように今逃げてるんだよ。いやいや、もういいわ。で、法人がある限り、あの、登記がある限り、あなたは、それを会社を運営することができる状態にあって、使用者制は、いや、できるんだよ。法的に存在してるんだから。まあ、いい。で、あなたの実態がない、全く創業してないというなら、その証拠をしっかりと出さないといけない。いや、だから、それはお前に出さない。委員会に出す。うん、労働委員会にまず出しなさい。本来は我々に出さないといけないけど。労働委員会として話をしないから、とにかく。な、紙を入れる必要ない。労働委員会から通知が。それは我々が判断する。もう判断しよう。まあいいわ。あなたの今の態度は極めて悪質で開き直っている。労働組合をバカにしている。バカにしてるよ。当たり前じゃない。バカにして今の発言が違法行為になるんだっていうことさえもあなたは分からずに開き直っている。バカにしてる俺はね、稲葉のことを。そうですか。まああなたにバカにされるんだったらね、別にそんな私傷つかないけどさ。いや、傷つくじゃない。バカにしてるんですかって言うからバカにしてるっていうの大切から。うんうんうん。その態度は、ただ、私個人をバカにしたならいいけど、労働組合の役員としての私をバカにしたなら、我々の組合員に対するね、あの、権利の侵害だからやめなさい、そういう態度と。だから、なんだっていうのよ、そうだったら。だからなんだっていうのじゃないの、あんた。人の権利を侵害してますよって言われたときに、だからなんだっていうような人は、経営をしちゃいけない。いやいや、お前、大きなお世話だ、お前。大きなお世話じゃない。多くの人が不幸になる、そんなあなたみたいな前に言ったら。組合の、ね、役員になっちゃいけないよ。なんで？気持ち悪いからだよ。そうか、大津さん。お前なかなか面白い話してるね、大津さん。ほぼほぼ同じこと言ってんのか分かんないのか、お前。うん、あなたはずっと同じこと言い続けてるね。違う、他の俺以外のやつらもお前らを見てどう思うかぐらい自分で察知しろよ、お前。私たちは近隣の あの方とも何度も話してるけど、あの同じような意見を聞いたことはないし、むしろあなたに対してひどいという声が私実際聞いてるか ら、 だからあなたもむしろちゃんと自分がどう見えてるか顧みるべきだ。もう知ってるよ、お前。何人いると思う、まあ、やっぱそういう自覚はあるんだな、あなたも。評判が悪いって。いや、ないです。ないのか。もうない、ね、ちゃんと自覚して反省しなさい、大津さん。いない。しなさいって、お前誰に言ってんだ。あなただ、大津ひろゆきだよ。しなさいとか、ね、しなさい、反省しなさい、大津さん。こうしろとか、うんうん、
もう気持ち悪いんだ、ほんと。虫ずらしいんだ。あなた、さっきからずっと気持ち悪いって言ってるけど、体調が悪かったりとかしないか、大丈夫か。いやいや、お前のほんと声聞いたら大丈夫かって、まともに俺と話してるけど。うんうん、まともに話してるよ、私は。なんていうの、言うように。普通に話してるけど。うんうん。もう、関わりが、こんなことなかったら関わり一生持たないような人種だ、お前はね。あの、残念ながら僕もこの会話を聞いてそう思うに至った。思うんだろう、だから。せっかく関わったからいい会社にしよう。なお、お前しつこいな。何がいい？そう、あなたが団体交渉応じるまで我々は何度でもやるって言ってるんだ。ないって言ってしつこい。おい、バカか、お前。いや、あの、バカではないと思うんだけれど、あなたがバカと思うんだったら、それはそれでいい。バカではない？バカではないの、お前。頭いいと思えないけどな、お前。そうですか、そうですか。まあ、何が頭がいいのかっていうのは、実際よく私もわかんないからさ、頭がいいとは思わないよ、私は。学歴は？あなたは、あの、そんなことを聞くんだけど、あなたはどういうふうな。そう言えるよ。うん。お前よりは、まともな、学習をやってるよ。あの、ということは私の学歴は知っているのだと判断してるかな。大体わかる。お前言えないから。あなたじゃあどうなんだい。何が？あの、学歴はって聞いたけど、聞いたから逆にさ、お前よりはって言ってるから。芸術大学を卒業しています。どこの？大阪芸大や。ああ、僕日芸だよ。大体同じだな。日芸だよ、僕は。日芸の 何部だ、何科だ。文芸だよ。あれからな、こんな。大体同じじゃないか、思ってた。あなたも勉強してたんだな、ちょっと。いや、さ、うるさいんだよ、お前、この周りのボケが、ボケだ。大津さん、ちゃんと解決しよう。もうね、まともに気持ち悪い。あの、本当に顔も、すごい顔してる。あの、うん、あなたの剣幕はすごかったよ、この間出てきた時の。大きく履き違えてるってことが伝わってきたよ。何を言ってんの、お前。いやいや、そんなこと言ってんじゃない。表情のこと言ってんじゃないよ。顔、身なり。うんうん。あの、病のついた、なんだろう、革ジャンみたいなサンダルのことがあなたが履いてた、身なりっていうのは。病のついたサンダル？なんか、サンダルでさ、黒いやつにはスタッツがいっぱい打ってあってさ、すごいサンダルだなと思って僕見てたけど。あれが見ないか。あれ本当にもうひどいな、やっぱり。ひどいよ、あれは。あのちょっと僕さ、演奏の仕事とかもやるけど、あれ何年前に流行ったやつかなと個人的には思うんだけど。いやいや、お前はもうね、あのね、レベルが違いすぎるんで、もうね、それこそお前と話してもしょうがないんで、あの、要するに委員会にもうそういう旨を伝えてあるし、もう委員会と話を俺はするから。まずは労働委員会の手続きに対応するということは歓迎する、こちらも。大津さん、いや、だからそうよ、それでいいじゃん、うんうん、それでいい、それでいい。お前とは、お前はなんで電話してきてんだよ。話しないって言ってきて、なんでお前は電話してきてんだ。今、ね、誰が言ってんだ、お前。バカなのか、お前は。おいおいおい、じっとじり、死んじゃこない。大津さん、あの、団体交渉を拒否するっていうのは組合全体に対する攻撃なんだ。いや、そうよ。我々の組合の組合員はあなたの対応に怒ってる。そう思われようといいよ。だから、バカにしてるって最初から言ってんじゃないか。あなたがバカにしてるんでしょ？だからそれは、あの、多くの働く人に対する冒涜なんだ、あなたがしてることは。いやいや。この、今回の労働委員会の手続きをもって、使用者側委員の人とか、使用者側ってのはあなたの立場になって考えてくれる人。他の人はなんでずっと何年も働いてんのよ、じゃあ。何の話をしてるんだ、何年も働いてるって。お前が言うように、うんうん、それが経営者としてね、うん、ってなっちゃいけないとかって言うんだったら、じゃあそれらの給料は 何年もずっと働いてきてんの、俺んとこで。まだ働いてる人がいるの、あなたのとこで。すごいな、もう10年以上のやつもいるじゃない。じゃあ会社あるじゃないかよ。いい加減なこと言うなよ、あなた。実態としてはあるけど、あの、書面上なくそうとしたんだったら、それは使用者性が問われるような話だよ、あなた。語るに落ちるだ、あなた。何言ってるんだ。何を何言ってるか分かんない、お前。そうでしょうね。うん。とにかくな、お前ね、もう、ブサイクな顔してさ、お前。ね。うんうん。ほんと、肌も赤らが後食いみたいな肌してさ、うんうん、みんな同じで赤ら、真っ赤になってたじゃん。なんか、横にいたやつも。なんでか知らないけど、猿みたいに真っ赤になったね、顔が。はあ。もう、あの、ムービー撮って見直したら、
もう、あっから顔で、もう真っ赤っかだよ。だから、菌よ、怖いね、菌が、お前。なんか、細菌がいるような肌してるよ。あの、基本的に大津さん、まあ、ちょっと話はそれるけど、人の顔には細菌はいるものだと思うよ。あの。で、出た。で、日に当たれば日焼けをして、黒くなる人もいれば赤くなる人もいる。それは人種などによって違って、あなたのその発言は、人種差別的なレイシズムにもつながる発言だから、それはちょっとやめた方がいいんじゃないかな。あなたの品位を貶めるよ、それは。お前には何でも言うよ、やるよ、何でも。人種差別だろうが、何だろうが、お前にはね。ほんで、それで気に入らなかったら、争えよ。何でも訴えろよ、そこでも。あなたのその姿勢が、今の状況を引き起こしてるんだよ。背筋を正して反省しなさい。あなたは私に言われる立場なんだ。お前に言われる筋合いなんか一ミリもないわ。そうですか。うん。もうこの組合の件で一回会っただけの稲葉なんて下の名前も知らないけど俺は、うん、人間に背筋を正せたの。しかも自分より下の下の立場、一応大津さん言うけど、労働組合は、労働者の集まりでね、労働者と商社は対等なんだよ。またもう何困ってんだよ、お前。とにかく、人間としてのレベルが、お前は俺より下だ。そうか、そうか、大津さんはそう感じるんだな。僕はそうは思わないんだけれど。誰が見ても、収入面。誰かが見たのか、これ、二人見比べて。いやいや。見なくても分かるだろう。いや見てもっとどっちなんだよそれ。いや、まあ、俺は分かるけどあなただろそれ。みんなっていうのは大体そういう時個人の感想なんだよ。一緒の答えだよ。レイシズム的な発言をしたりネトウヨ的な発言する人っていうのはみんなっていう言葉で自分のことを言いがちなんだけど、私は思うって自信持って言いなさい。それだったら私は思わないよね。俺も思うし。みんなって言わないと不安か。一緒だよ。あなたの周りがみんな一緒のように、ほんの周りもみんな一緒の意見だ。だやっぱりみんなって言わないとあなた不安なんだな。何の根拠もなく。いや、お前バカ、お前。そがきか、お前。いや、それはこちらのセリフで、あなたは私よりおそらく年長なんだろうことはわかるけど、年上と話してるような感じはしないな。なあ、お前は暇でそんな歌作るぐらい暇なんだろうけど。あれは暇に任せて作ったんじゃないよ大津さん。あれを世界中の人に知ってもらって、あなたを反省させてちゃんとした対応させるために作ったの。あんがだな。まあいいわ。俺のこれ YouTuber に上げさせたら、お前とこのこの旗をね、有名だっていいじゃん。おお、上げていただいて、でさらに拡散してもらって、賃金未払いの問題をちゃんと解決するように世界的に訴えてみよう。あなたが民主主義って言ってたから、拡散された時にどっちが正しいと思うかってことは、あなた正しいと思うんでしょ自分が。こういう組合とは応じないって言っとく。皆さんお気をつけくださいってやっとくわ。おー、まあ多分何を言っているんだみたいなコメントとかいっぱいつくと思いますよ。あー、そうね、僕多分リンクでこの人との、会話ってこの間ほら組合の YouTube に上がってるさ、これ会話だよっていう風に貼ったの。貼ってきたのを全部聞いてきた俺はな。もういいこと一つも言ってない。もうタッチが悪いです、あれはと。誰に聞いたのそんなこと。いや言えないな、それは。やっぱりいないんでしょ。あなたが勝手に言ってるだけでしょ。さっきからさ、お前ね、もう顧問弁護士も全部知ってんだよ。だから顧問弁護士っていう人がいるらしいことをさ、あなたはずっと匂わせてるけど、本当にいるんだったら顧問弁護士に対応させなさいよ。あなたみたいに法律わからないでめちゃくちゃやる経営者がやってると紛糾するでしょ。あがになるのよ。んそれよく分かってたお前。弁護士が対応したらあだになる。なんでなる。なんでだから、お前どこが立ち悪い組合だからよ。でそしたらなんでそうなるの、仮にそうだとして。もういいわ、もういい加減に言ったでしょ今大津さん。普通に考えてさ、あなたが今の受け答えして対応するよりは弁護士さんが対応した方がマシだよ。暇なんだろお前。え、暇じゃないよ。暇だろどう見てもお前。いや、まああなたは暇なの分かるけどさ、この電話の趣旨が未だに分かんないんだよ。まあただ観念して労働委員会に連絡することにしたってことは分かる。この間捨てたのに紙もう見ないで捨てたのよ、紙をね。郵便ポストにお前入れてたから。いや、ちゃんと見ないとダメだよ、つ見ないよ、見ない。目を通さないで捨てるから、俺は。誰のか分かんないのに捨てることになっちゃうよ、そしたら。いやいや、もう分かるよ、こんなお前、同じようなビラ入れてんだから。ちゃんと対応してないから、こういうことになってるんだよ。
トユニオンからの、うんうん、という紙は見ないで捨てるから、うんうん、そしたらその内容を伝えるために私たちはあの街頭宣伝に行かないといけないね。だからちゃんと読んで対応してくれるならあの対応する限りにおいてそういうことが止まることはあるだろうけど。おいなお前何じゃっちゃ言ってんだ。来てほしいんだな、もつさん。そしたらそれあのなんかそういう童話もあるよね。あの読まないで食べちゃったからさ、代わりに要件を聞きに行くみたいなさ、ヤギさんの話だっけ。白ヤギさんと黒ヤギさんとねえ、あのあなたがそうやって読まないで食べちゃうような対応するんだったら伝えに行かないといけない。捨てるんだ、捨てるんだ、そのままそのまま捨てる。まあ紙は食べないだろうね、さすがにあなたみたいな経営者だもんね。だからご苦労さん、何毎日でも来てください。じゃあ行くよお前にしても来いよ。でいつ入れたのこれ、お前。とにかくインターホンは触るな、お前。いや、あの用があるからインターホン押すよ。いえ、触らないに触れないな。触れないなってどうやって。いや、しつこい、触れないにしとくよ。あのさ、あなたあれ借りてるんでしょ、賃貸で。お前バカさ、だからそう思ってんだろ。だから何にも分かってないんだよ、お前は。お前バカじゃないの、本当に。じゃああなたが持ってるのか。お前そんな全部改造してんだ、俺が何千万もかけて。おお、そうかそうかそうか。お前アホか。もういいよ、もうお前ね、やっぱ頭悪いわ。もうね、もうとにかく何も分かってないのはよくわかるし、とにかくね、今までのやってきた企業と全部一緒だと思うなよ、お前。いや、あなたみたいに非常識な対応をしている会社とね、経営者と同じにしたら今まで労使関係になった会社がかわいそうだ。そうだろ。非常識極まりない。あなたは抜きんでてひどい。だからお前が何をしようと、何何回やろうと、応じないって言ったら応じないから。ふんふん。うん。何をどう、何がどうなろうと応じないって言ってる。どんな条件にもかかわらず応じる気がないということですね。だから、なんかお前、なんか和解のあれがあるとか言って、和解なんか話なんかするはずないや。お前、どんな条件でも。団体交渉に関して応じることはないんだということだね。いや、ユニオンと、あとお前と。いや、ユニオンと、担当役員、私がいる団体交渉には絶対に応じないってことでいいのか。絶対応じない、あ、そう。どんな条件でも。ああ、応じないね。今の、録音は証拠に出させてもらうからな。うん、いいよ、いいよ。これはあなた、全く言い逃れができない不当労働行為の証拠だ。いいよ、だから、いいよ、いいよ、だから。言い逃れなんかしてないよ。うん、言い逃れせず、しっかりとあなたは法律を守るようにですね、もういいよ、お前。だからもう委員会とあれするから、もうあとはもう、お前と連絡してくんな、実際。俺も連絡もするし、直接行動も取るけれど、労働委員会にもちゃんと確認はしてみる。あなたはそうやって会社潰したって労働委員会に嘘までついて、前回の期日も飛ばしたりしてるから。言ってないと、実際、郵便物が返ってきてるって言ってるんじゃないか。それは事務所の実態がないだけ、その契約した場所にないだけ、あなたが新たなその法人があるわけ、新たな契約もしてないのよ、法人が。いや、だとしたらあなたがいる場所が法人なんだよ、あなたが代表者に登記されてる。違うね、全然違うね。法的にはそういう解釈をせざるを得ない。法的にはそんな解釈がないよ。だからじゃあどうなるんだい。だから実態がない会社、もう実態がない会社なのよ、これは。その場合の団体交渉の応諾組はどうなるんだい。いるかよ、そんなの。知らないんだろ。だいや、そういうことだよ、あなた。団体交渉って、お前、バカの人と思いみたいに、お前。団体交渉を求めてるから、ずっと団体交渉だと言ってるんだ。断交断交って言って、お前。お、省略名称まで知ってるんじゃないかな。お前、断交断交言ってるじゃないか。うんうん。ちゃんと聞いてるんだな、じゃあ、私のことも少し。もう用語使って、お前、断交ってなんだよ、お前。団体交渉のことだって、今、あなた知ってたよな。知ってるよ、お前。お前さ、ほんまにもう、もう、とにかくな、これもう、もう何ていうの、45分も経ったわ。うん、本当にさ、私も暇じゃないんだよ。だから切るわ。じゃあな、そういうことだからね。じゃあ労働委員会にはちゃんと対応してくださいよ、つで、何度でもあなたが断行を受けるまで我々は直接行動を行う、覚悟してなさいよ、あなた。覚悟しろ、覚悟しろ。そうですよ、覚悟してなさいよ、あなた。何の覚悟。いや、あなたさ、いい加減にしなさい、あなたは。お前がいくら来ようと、何回連絡して来ようと、覚悟なんかしないよ。平気だから、何もでもしてこい。うん。毎日来い。あ、毎日来いよ。なんか、僕、ただね。あ、来た。よしよし。